グレテワイツ、グレテワイツ、グレタ・ウェイツ・ネイ・アンデルセン、旧姓、アンデルセン、1953年10月1日から2011年4月19日は、ノルウェーの女子陸上競技選手、中距離ランナーからマラソンに転向し、1970年代後半から80年代にかけて女子マラソンの記録を飛躍的に高めた。ノルウェー語での発音に準拠し、 グレーテ・バイツとも表記される。ノルウェーの首都オスロで生まれる。小さい頃から運動能力に長けていたが、女性のスポーツへの理解と支援が十分ではなかった時代で、両親にスポーツへの取り組みを理解させるのに苦労した、と、努力のかえあって1972年ミュンヘンオリンピックに1500メートルの代表として出場した。 1975年には3000メートルで2度の世界記録を樹立するも、1976年、モントリオールオリンピックで再び出場した500メートルでは準決勝で敗退する。これ以降、徐々にワイツは種目を中距離からクロスカントリーを含む長距離に切り替えていった。モントリオール五輪後に結婚し、ワイツ生となる。ワイツは、 オスロで教員を務めながら走り続けていたが、彼女のスピードに注目していたニューヨークシティマラソン主催者のフレッド・リボーがマラソンに招待し、1978年の同マラソンに出場することとなった。初マラソンとなった1978年のニューヨークシティマラソンでは、いきなり2時間32分30秒の世界、最高記録で優勝する。実のところ、 リボウはワイツが良いペースメーカーとなることを期待して、勝したもので、完走するとは思っていなかったとのちにワイツは語っている。ワイツ自身、このレースで現役を引退することを密かに考えていたが、結局教員を辞め専門の長距離ランナーとして走り切ることになった。翌1979年には女性として、 初の2時間30分突破となる2時間27分33秒で連覇。1980年の大会では、当時としては驚異的な2時間25分42秒で3連覇を飾った。ワイツの出現は、ジョガー出身者が中心だった女子マラソンの世界に、本格的なスピード時代の到来を告げるもので、3年間の記録向上は実に6分48秒にも及んだ。なお 日本の女子選手が1980年のワイツにほぼ匹敵する記録を受立するのは14年も後のことである。4連覇が確実と目された1981年のニューヨークシティマラソンでは足の痛みから初の途中棄権となる。このレースではアリソン・ローがワイツの記録を上回る2時間25分29秒でゴールし世界記録更新と伝えられた。しかし、 この年のレースは、正規の距離より148メートル短かったことが3年後に判明し、実際にはこの時点でもワイツは世界記録保持者だった。翌1982年4月のボストンマラソンにエントリーしたが、ここでも途中危険に終わっている。しかしこの年10月から再びニューヨークシティマラソンで勝ち続け、1986年まで5を連勝した。 1983年のロンドンマラソンでは2時間25分29秒の自己ベストを記録する。この記録をめぐっては世界最高記録になるかどうかでちょっとした騒ぎになった。というのは掲示は10分の1秒まで行われており厳密なタイムは2時間25分28秒7であった。この記録の発表に際しマラソンなら10分の1秒は切り上げになるところ 当初他の競技のキリステルールを誤って適用し、世界最高記録とされた。直後に誤りが判明し、上記のアリソン・ローと並ぶ世界大記録に訂正された。しかし、現在では、ローの記録が取り消されているため、この時点では、いつ自身の持つ世界記録の更新だったことになる。だが、いずれにせよ、翌日に開催されたボストンマラソンで、ジョーン・ベイと、 が2 22時間22分43秒という大記記録録を打ち立て、わずか1日でワイツの記録は更新されたた。のだったとはいえ、ベノイトが記録を更新した後もワイツが女子マラソンの実力世界ナンバーワンという評価は揺らぐことはなかった。ベノイトの記録は追い風8メートルという条件で全体としては下り坂の変コースで樹立されたものであり、さらに レポーターとして伴走した男子ランナーをベースメーカーに使ったのではないかという憶測を持たれたこともあって、ワイツをしのぐと見る関係者は少なかったのである。同年夏、ヘルシンキで開かれた第1回世界陸上競技選手権のマラソンに出場し、実力通り優勝した。この結果は、初めて女子マラソンが正式採用される、翌年のロサンゼルスオリンピックの金メダル。 最有力候補という評価をますます高めた。そのオリンピック本番では他の多くの有力選手と同様高温の環境を懸念して序盤での飛び出しを控えた。ベノイトの飛び出しにも無謀と判断してついていかなかったが、その後もベノイトは下がってこなかった。この時はいつは腕時計をはめておらず、刑事者の直後を走るからという意図だったのか、単なるミスかは不明。 2 0トルを過ぎてから並走していた、同国のイングリッド・クリスチャンセンに時間を教えてもらって初めて自らの作戦ミスに気づき、慌てて追いかけるが時すでに遅かった。それでもあいつは2位を守り抜き、銀メダルを獲得した。1980年代後半まではいつは第一戦で活躍した。ニューヨークシティマラソンでは1986年までへの5連覇の後、 1988年にも優勝し、通算9回の優勝はもちろん大会記録である。1988年ソウルオリンピックでもマラソンの代表に選ばれ、開会式においてノルウェー選手団の騎士も務めた。しかし、膝の悪化に直面して18マイル地点を過ぎた直後に棄権した。ワイツの最後のフルマラソンは、1992年11月の ニューヨークシティマラソンで、旧友のフレッド・リボウの伴奏をした時である。これは、リボウが1990年に脳腫瘍と診断された後、60歳の誕生日を記念して行われたもので、5時間32分35秒で、完走した。その後は、第一戦を退いたが、ランニングと健康を伝えるための市民マラソンには、出場を続けていた。また、 知的発達障害者のためのスペシャルオリンピックスや、ケアインターナショナルのボランティア活動も行っていた。祖国ノルウェーでは、オスロのビスレットスタディオン、ビスレットゲームズも参照前に像が建てられ、切手の図柄にもなったほか、彼女の名前を冠した記念レースが開催されている。また数々の記録を残したニューヨークでは、ニューヨークロードランナーズクラブの公園で、 グレテグレートギャロップハーフマラソンが実施されている。2005年6月、ガンで闘病中であることを公表し、2011年4月19日にオスロ市内の病院で亡くなった。ガンと診断された後には、化学療法と放射線療法等を受けながら、毎朝トレッドミルで 10km 相当のランニング運動を行っていたという。なお、ガンに侵されている部位については、 本人の意思で公表されなかった。2009年8月、ワイツの長年のスポンサーであるアディダスが、ワイツが2007年に創設した、がん治療基金、アクティブもクレフトと協力関係を結んだことが明らかにされた。これは、アディダスのクレテ・ワイツ、およびモダンクラシックブランドの商品の売り上げから5%を基金が得るものである。これにより基金は、 年間5億ノルウェークローネを病院のトレーニングセンターや PET スキャナーへ投資することが可能となった。世界的なランナーでありながら日本の大きなレースには一度も参加しなかった。このため彼女とレースで走った日本人は少ないがマスダ・アケミは1982年に北欧に遠征した際に何度か逃走している。オスロのハーフマラソンでは スタート直後に引き離されそうになったマスダが思わず、ワイツのランニングパンツを手で引っ張ったところ、ワイツはその手をはたいて走り去った、レースケツはワイツが優勝、ベノイトが2位で、マスダは3位。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。